大谷さん、MLB 初の完封直後に2打席連続37号38号ホームラン。エンゼルス大谷翔平投手29が、37号、38号を連発した。2番 DH でダブルヘッダー第2試合に出場し、3点リードの2回の第2打席で左翼スタンドへ37号2ラン。4回の第3打席で2打席連発となる38号ソロを放った。なんやねんマジで。見たことないレベルでしんどそうなのに2本打ってて草。もうメジャーリーグで遊んでんな。HR なら走らなくていいから体力温存理論。なんか脇腹押さえてるよな、痛めてんのか？休めよ。よく大谷はフルスイングした後腰痛そうにしてるよな、でもその後何もなかったかのように試合で続けるけど。ダブルヘッダー1試合目を完封した投手が次の2試合目で2打席連続ホームランを打つのは史上初らしいぜ。そらそうよ。当たり前体操。そもそもダブルヘッダーで先発投手矢印 DH の時点で、早地球から出て行ってくれ宇宙人と試合しろよ。